白糸の滝とは、静岡県富士宮市にある滝。隣接する音止めの滝と共に、著名な観光地の一つとして知られ、日本の滝百選にも選ばれているほか、日本三大名幕に選ばれることがある。国の名称、天然記念物。富士山から信仰の対象と芸術の源泉の構成資産として、世界文化遺産に登録されている。なお、名称、 天然記念物としての指定名称を呼び、世界文化遺産、構成資産一覧では、白糸の滝と表記される。富士山と白糸の滝の位置関係湖富士泥流、堆積物の上に白糸溶岩流が位置し、溶岩流の各層の隙間から、富士山の地下水が流れ出ている。その様子が絹糸を垂らしたようであることから、白糸の滝と呼ばれる。水量は、毎秒1.5トンで、 幅200メートル、高さ20メートルである。文化財上の白糸の滝は、滝壺だけでなく、周辺地も含まれており、おとどめの滝も含まれる。職業、魅力の供養費古くより、風光明媚な継承地として知られ、例えば、信長後期巻十五には、西の山に白糸の滝名所ありとある。また近世は、富士高信者の巡礼地の一つでもあり、滝壺の近くには、 天保年間に建立された職業、魅力の供養費が現在も残る。永7年の富士高信者による自伝にもこれらが記されている。白糸の滝のすぐ上には岩屈があり、そこにはお瓶水という水が湧いている。このお瓶水で源の頼朝は紙のほつれを直したと伝えられている。また、 このお瓶水は富士港の霊場の一つでもある。白糸の滝は絵画の題材としても選ばれ、その宣伝をつけた人物として池大画等が挙げられている。大画の富士白糸滝図や白糸幕府神経図では富士山と共に白糸の滝が描かれ、この画題は後の画家に影響を与えた。源の頼朝が富士の巻狩りの際に滝に立ち寄り、 以下の和歌を読んだという伝承が残る。この上にいかなる姫やお忘れをたまき流す、白糸の滝。ありがとうございます。